どうも、お疲れ様です。暗号通貨ニュースの時間です。今回ですね、久しぶりにコインチェックに大きな動きがあって、ちょっと利益を出す、そんなね、タイミングに出会ってるというふうに思います。一つは、廃止されるコインですね。えー、コインチェック内に上場が取りやめられるコインということになります。えー、コインチェックのリサーチで、 この暗号通貨使わない方がいいなっていうふうに考えたということは結構ね足元が危ないコインだと思ってもいいんじゃないかなと思いますそのコインの銘柄は今ご覧いただいている OMG まあオーマイゴッドっていうやつですかねちょっとネーミングからしてなんかお遊びが過ぎるかなと思いますけども本当にオーマイゴッドになってしまったということでまあ急速に日本市場から撤退していくコインなんじゃないかなというふうに思いますまあ直球でね早くこれは 監禁した方がいいいと思いますおそらくね様々なところでもうこれ使われなくなってくるんじゃないかなと思いますまあ運営母体がもともとねちょっとこううんなんか訳ありっていう感じだったんでサービスの安定したあ、まあ、維持が難しいんじゃないかなと思いましたね、まあ、ついにコインチェックからも排除されるということになりましたえー、っとねサービス提供をし続けることが難しいと判断し2023年7月25日をもってコインチェックにおける OMG の取り扱いいが廃止ととうことなんでまだ1ヶ月ほど時間はありますけども、まあ1ヶ月なんでね、あっという間に来ちゃいますからね、もう値上がり値下がり関係なくもう今日この情報を見た段階で決済した方が私はよろしいかと思います。まあ私は全くこの OMG 最初からあ関心を持っていなかったっていうかね、あのー、まあ私の 投資対象にはななっってていいんんで持っていませんけどもやっぱりかって感じですね。はい。じゃあ、一つはこれです。もう一つの情報なんですけど、今度ね、上場があの予定されるコインです。えー、ダイっていうコインと、それからメーカーってやつですね。ダイっていうコインがこちらの方です。 で、メーカーっていうのがこちらです。両方とも有望コインです。有望コインって言ってもね、じゃあ爆上がりして5倍、10倍になるかっったら別にそういうことはありません。もうコインチェックに上場される段階で、もうあの、ね、派手な値上がりはしないんですよ。ただし、派手な値下がりもないので、うんまあ、まあ、安定してと言ったらね、ちょっと言い過ぎになりますけども、固く利益を出したい方っていうのは、こういうふうに上場で、えー、コインチェックに取り扱われた瞬間に買いを入れて、 しばらく様子をを見ててするって感じじがいいいんじゃないかなかと要するにね寄り付きなんですよね新しくこのコインが取り扱われますよっていうことになるとまずは最初はね買いが結構入るんですよでその後にとに、えーまあ、売りが入って、えー、上場発音割れっていうことになるのかなと思います今までのパターンから言うとそんな感じですよね ですんであの、今までのパターンからなんで、その確率が高いんですが、あの、台っていうのとね、このメーカーっていうのがどういう風になるのかってことは今までの例から参考にならない部分もありますんで、そこはもう駆け引きになります。まあ私はね、寄り付きの時にしっかりと買うことによってね、<laughs> えー、なんか利ざヤを取っていこうかなと思いますけどねもうその他にもねあのエンジンとかいうのも50円で初値ついたんですけどもまあ途中ね70円80円とかに上がってその時に利確ができるっていうところもありましたんでまあまあちょっとした美味しさがあったかなっていうところです、えー、いつから取り扱い開始になるかっていうと6月20日なんでもうすでに取り扱いは開始になってるってとこですよねこですね、まあですねですで、えー、これから私もね、えー、ちょっと買っとこうかなっていうところですね これからですからね。皆さんにこうやって放送する動画を撮った後で私買いますんで、申し込んでますよってことではありません。はい。えー、こちらもね、あの、まあ、数ヶ月ぐらい寝かしておいて、まあ、今年中に利格できればラッキーかなぐらいのもんですね。うんで、買う単位もそんなに大きくないんで、例えば今年中っていうとね、まあ、今6月が終わる頃ですけども、まあ、当半年ぐらいかけて、まあ、数十万利益が出ればいいかなみたいな、そんな可愛らしい感じですよ。<laughs> うん、そういう風に。 軽く考えています。だから暗号通貨でね、なんか少ない資金ででかく儲けるっていうのはもうないんですよ。だから大きな資金で少し儲けるっていう、そういう世界に入りました。まあ税金の関係もあるんでね、あの、バカすか儲かるのはそんな話はないです。うん、ただし、まあ私が見るところ暗号通貨は利益が少なくなったんだけども、結構硬く稼げる時代に入ったかなと思ってますね。うーん まあですんで、皆さんにもこうやって動画で紹介させてもらっています。新しいコインチェックでの取り扱い開始の銘柄と廃止の銘柄をそれぞれ紹介しました。それでは、お疲れ様です。